どうもこんにちは、じゅんじーです。今回は大田地さんよりこちらのソーラーパネルをご提供いただきました。まずは商品の使用ですが、単結晶ソーラーパネル 100W20V、 収納サイズは 560mm×615mm、 厚さが 35mm で、展開サイズは 1230mm×560mm、 厚さが 25mm になります。重量の方は 4.96kg、 およそ 5kg になります。 IP68 防水ですので多少の雨なら問題ありませんが、まあ、雨の日は使わないですよね。ですが釣り場ですとか、水のかかる場所で使用する際にはいいのかもしれません。まずは外観ですが、表面はナイロン素材で高級感があります。持ち手部分にはマグネットが内蔵されており、このようにピタッと吸着します。このサイズのパネルですとある程度の重量があるのですが、しっかりとした作りで安心感があります。角度調節用の足は無段階調節、このように太陽の向きに合わせて自由な角度に調節ができます。ここにもマグネットがついておりますので、ブラブラしなくてこれはいいと思います。そしてこちらの収納ポケットなんですけれども、この中にコントローラーと接続ケーブル、それから変換コネクターと取扱説明書が入っております。説明書はすべて日本語表記となっております。特筆すべきはこのケーブルですが、三つ股のケーブルとなっておりまして、 DC5521 XT60アンダーソンと接続するポータブル電源に合わせてそのまま端子を挿して充電することができます。私が以前から所有しているパネルは XT60 の端子なので、接続するポータブル電源に合わせてその都度変換コネクタを差し替えて接続しなくてはならないので、これはそのまま挿せるので非常に便利だと思います。また DC5521 に関しましては、変換コネクタが10種類初めから付属しておりますので、ほぼ 100% どこのメーカーのポータブル電源にもつなぐことができると思います。それからこちらのコントローラーですが、こちらに PD65W 出力の Type-C ポートが1ポート、 USB Type-A が2ポートついております。 USB Type-A については2ポートともクイックチャージ対応です。こちらはポータブル電源がなくてもこのコントローラーから直接スマホ等に充電ができますので、災害時にも役立つ機能だと思います。パネルの方はフッ素樹脂加工のパネルで、表面がデコボコしております。これは様々な角度から光を取り込みやすくするためのものらしいです。1年半ぐらい前に買った D 社のパネルとの比較しかできませんが、こちらの方が圧倒的に高級感があります。あと地味に便利なのがこの四隅についてるハトメですね。これがあるおかげで地面に置いて使う以外に、車にマグネットで取り付けたりベランダから吊ったりと設置の自由度が高くなります。こちらのソーラーパネルは 100W のパネルなのですが、変換効率がなんと驚きの 24% です。ちなみにこれにそっくりな有名メーカー J 社のソーラーパネルは 23% と表記してありました。私が以前から持っている D 社の折りたたみパネルは 20% 以上の高効率なんていうふうに書いてありましたが、実際は晴れの日でも 100W パネルなのに 40W 程度しか発電しませんでした。本当にメーカーが言っているような発電ができるのか、これから外に出てテストしてみましょう。はい、それでは早速テストの方していくんですけれども、テストの方法は私の所有してますこちらのソミコンのポータブル電源、こちらは最大入力 100W のものになりますが、こちらに大田地さんのソーラーパネルをつなぎまして、液晶の表示が何 W になるのか、それからですね、以前私が購入した B 社のソーラーパネル、今現在は屋根の方に改造して貼り付けてあるんですけれども、こちらの配線が今車内に引き込まれてまして、常時サブバッテリーの充電に使ってるんですけれども、こちら D 社のパネルから引き込んだ線をポータブル電源の方につないで、今回ご提供いただきましたオータッチさんの 100W のソーラーパネル、車のルーフについてる D 社のパネルについてもこちらも 100W の表示になっておりますので、同じ発電量のはずなんですけれども、どのぐらい差が出るのかっていう比較をしていこうと思います。ソミコンのポータブルバッテリーはインプット端子が DC5521 になります。ですのでこちらの端子を使うんですが、あらかじめこの10個あるアダプターの中から合うものを選んでもう接続してありますので、これをこのまま挿していきますと、入力があればですね、液晶がついて、液晶のこちらに入力ワット数が表示されます。今現在 73W で充電しております。太陽がこの向きに出ておりまして、太陽の入射角がこのパネルに直角に当たるようにした方が充電はよりされるはずですので、
もう少し倒した方がいいのかもしれません。この足がですね、ゴムがついてまして、このようにこう伸ばせば、このゴムの伸びる範囲で自由な角度に設定できますので、少し動かしてみました。すると 72W になりましたので、むしろマイナスだったようで、もうちょっと場所を変えたり角度を変えてみたりですね、いろいろやってみますけれども、やはり 73W、本日11月8日水曜日の今現在9時40分なんですけれども、この時間帯ですと快晴とはいえ 73W、 これが限界なのかなと思います。ただですね、表記の 70% 以上発電していますので、効率的にはいいのではないかと思います。入力のワット数についてはほぼほぼ変化なく、常時 73W で充電されております。それではですね、こちらのパネル、以前私が買った D 社のパネル、こちらでも計測してみようと思います。こちらの D 社のパネルもこういった変換ケーブルが付属してまして、コネクターもこれだけ付いている状態ですので、いろいろなポータブル電源にさせると思うんですけれども、これ今チャージコントローラーにルーフから来てるケーブルが今ここに刺さってますので、これを一旦抜きます。それでこの変換コネクターとルーフから来てるケーブルをつなぎますと、ここに5521の変換プラグをつけたケーブルが出来上がりますので、これをポータブル電源の方に挿してみようと思います。それでは挿してみます。同じように入力が入りますと液晶が表示しまして、今現在の充電ワット数がここに表示されてるんですけれども、このパネルですね、購入してから1年半ぐらい経っておりますので、多少劣化はしてるかと思うんですけれども、 25W という結果ですね。同じ 100W でもこれだけの発電量に差があります。正直こちらの D 社のパネルはもう長い間私使ってますので、あまり発電しないなという印象を持ってたんですけれども、ポータブルのソーラーパネルなんて所詮こんなもんなんだろうというふうに思ってましたので、今回ご提供いただいたオータッチさんのソーラーパネル 73W、 ここまで差が出るというのは驚きです。それとですね、このパネルは内蔵のコントローラー、このポケットのところにあるんですけれども、この部分ですね、この部分に USB の端子がありまして、 USB-C と USB-A が2つあるんですが、こちらの USB 端子の方から直接充電ができますので、これもちょっと試してみようと思います。私の使ってるスマホとタブレットを持ってきてますので、これをちょっと挿してみて実際充電ができるのかをやってみます。よいしょ、今充電中と出まして、こちらのタブレットの方は充電が始まりました。一応クイックチャージ対応ですので、こちらスマホの方だと急速充電中と出ておりますので、これで急速充電をしているという状況です。PD の出力ポートがあるんですけれども、PD のケーブルを私は持ってないもんで、これについてはちょっと検証できないんですけれども、USB は問題なく使えました。このようにですね、ポータブル電源を持ってない方でも、停電時とか何か災害時とかの時に、こういった形でパネルを太陽の方に向けて開くだけで、スマホですとか小型の USB 機器であれば一度に2ポートまで充電ができるということで、ポータブル電源が持ってない方でも何かの時にこういったものがあると非常に便利なのではないかなと思います。ちなみにスマホを充電しながら今ポートに挿してみたんですけれども、スマホを充電するとやっぱりスマホの方に電気がいってしまうんで、こちらの入力のワット数 61W になってしまってますね。 10W 分今スマホとタブレットで充電に使っているという状況です。ただこれどっちかにしか充電できないわけじゃなくて、こういった形で複数の機器にいっぺんに充電できるっていうのはすごく便利な機能だと思います。ではちょっと今 USB を一旦抜きましてですね、今 73W に戻ったんですけれども、これでちょっと意地悪なことをやってみようと思います。今ですね、パネルのこちら側に影を作っていました。今片側だけ手をかざして影を作ってるんですけど、今 50W ぐらいで発電してます。離しますとまた74に戻りますね。さっきよりちょっと上がりましたよね。さっき73でしたから、それで両方に影をやると30W ぐらいまで下がってしまいますね。やはりこういったソーラーパネルはちょっとでも影がかかるとかなり発電量が下がるということが分かりますので、パネルの隅っこでも影ができないように設置するのがよろしいんではないかと思います。広い駐車場ですとかキャンプ場などで充電が必要な時に、自分の車のサブバッテリー使いたくないとか、ポータブル電源の容量を減らしたくないよとかっていう時、
もしくはポータブル電源自体を充電したいとき、私のポータブルバッテリー、これは 540Wh の容量なんですけれども、こちらを充電するのに 2.2 時間で充電ができるということは、今 68% ですけれども、約 30% を2時間ぐらいで充電ができてしまうということですので、6時間、まあ1泊2日あれば空っぽなやつを持ってっても満タンにできてしまうというぐらいの発電量があるということですから、1台あると便利なものではないかと思います。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただきましたオータッチソーラーパネル 100W ですが、メーカー様より Amazon 販売価格よりさらに 10% オフになるプロモーションコードをいただきました。概要欄に記載しておりますので、ソーラーパネルをお探しの方はぜひこの機会にご検討ください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。